こんにちは。今日は2019年の4月の19日です。ここは東京羽田空港ですが、午前中はちょっとね、東京で用事があったんで、あまり動くことはできなかったんですが、今日の朝起きてみたら、ニュースが出ていて、北海道夕張市の、夕張石炭博物館にて、火事かみたいなのが書いてあってですね、実際火の手が上がっている、火の手というか煙が上がっている映像も出ていました。で、博物館が建物がただ燃えているだけというのであれば、そこに保存されているものが燃えることは残念なことですけれど、しかし、建物の火災なわけですが、それ以上にですね、夕張の炭鉱博物館、石炭博物館には地下に深く、潜っていく昔の坑道が保存されていまして、もう普通にそこに石炭の層もあるんですね。私も去年の、今年か、2月に見学させていただいたところだったんですけれど、その模擬炭鉱が燃えてるらしいんですよ。その坑道から火が上がっているということは、つまり石炭の中にたくさんあるところで火が燃えているわけで、つまり炭鉱火災が起こってるってことなんですね。で、それはそれは大変なことになっていると思われ、現在でもですね、その炭鉱の中に注水を、するとおそらくは思われるんですが、もしかしたらもう多分してるのかな、そういう状態だと思うんですけれども、その夕張の炭鉱から火が、おそらくは上がっていて、また火がその上の方まで来ているかともかく、今のところ鎮火の見込みが立っていないそうです。で、折しも私は今日は北海道に行こうと思ってまして、今北海道東日本パスというのを持ってて、それで北海道も JR 東日本いっぱい乗れるので、それでじゃあ適当に今日は、用事終わったら、金土日と3日間、北海道どっか見てこようかななんて思っていたんですけれど、ちょうどその矢先にですね、こういうことがあって、で、結果として今日中に夕張まで行くこともできるんですけど、今日は行きません。今日行くともしかしたらね、消火活動とかテレビの報道とかそういう方でホテルとか使われる方もいるかもしれませんから、ホテルの空室も、今のところまだあるようなんですが、しかし夜のうちも熱って夜通し消火活動などする中で、そこで私が行ったりしたらば、それはちょっと相当のものだろうと、相当ちょっと迷惑になる可能性があるだろうと思いましたね、もしなるとしたらね。だからちょっとそれは控えることにしたんですが、しかし炭鉱火災というのはおそらくですが相当大変なものであるだろうとは思うんですけども、ちょっと想像がつきませんので、煙が上がっていて勢いよく煙が上がっている映像も見られるんですが、ネットでは、ただそれを見ても、激しい火災なんだろうなぐらいのことしか分からず、炭鉱が一体どういうものなのかというのを知るために、邪魔にならないようなところからその、燃えている煙の上がっている、夕張の元炭鉱、本物の石炭が埋まっている、そういうところを、これから要するに見に行こうということです。飛行機はね、もう座席がもうすごい狭いもんですから、新幹線と比べてあんま好きじゃないんですけど、空席待ちでの予約しといたら上級のクラス J が空きましたよと私真っ先に呼んでくれました。やっぱグローバルクラブのありがたいことと言ったら幸運なことですが、私は空席がねここで出て、あ、ラッキーなんてちょっとこう喜ばしい気持ちになったわけですけど、夕張市としてはですね、これの炭鉱博物館の改良のために、つい2年ほど前に5億円もの、夕張市にしてはもうまさになけなしと言えるようなお金だと思うんですが、それを投資して、いわば勝負に出たわけですが、その勝負がまさかね、勝負をまともにする前に火災によって全部ないことになってしまうかもしれない、もしくはその可能性が非常に高いということで、こっちがなんかちょっと喜んでしまったのが今逆に申し訳なく思われるくらいです。今新千歳空港に着きましたが、これから先南千歳駅まで JR で行って、そこから今晩の特急に乗れば、スーパートカシに乗ってですね、新夕張駅でまた乗り換えて、そのままもう今晩のうちに夕張の街中心部まで行くことはできます。できるんですが、ただねちょっとそれはやめといた方がいいな。さっき、ウェブページを見て、夕張の街中にあるちゃんとしたホテルマウントレース、先日もね夕張行った時にそこでお昼ご飯を食べさせてもらったんですが、そのマウントレースの、空室はさっき羽田空港を出る時点でまだまだここあるようだったんですが、ただ見てみたらもうシングルルームは埋まっていて、このシングルがもうほぼ埋まり、ツインのシングルユースしかありませんみたいな状況だと、これはひょっとしてもう空室がほとんどなくなっていて、それはつまり今回のその火事に関連する、空室減少傾向にあるのかなとそういうふうに思いましたんで、とりあえず予約は空室があることは確かめたんですけど、しないで飛行機に乗りました。で、この、夕張に着いたらやっぱりですね、もう空室がなくなってて満室になっていたようなので、もしかしたらね、単純なそこスキー場併設してますから、スキー場に行こうとした人たちでの、混雑だったのかもしれませんけれど、でもね、やっぱこういう時って私は所詮、炭鉱火災を見学しに来たに過ぎないわけですよね。
炭鉱火災ってのは本当にもう昔からですね、なんたって燃料にそのまま着火して地下の燃料が燃え続けるという大変な火事ですから、まさかこの平成も終わろうという時代に炭鉱火災が日本で発生すると私も思わなかったんですけど、ただね、その炭鉱火災の、所詮は見学に過ぎないような人がそういう今ある火中の町のホテルを一室使うっていうのはちょっとね、それはどうかなと思いまして、震災の時もね、マスコミがヘリばっかり借りてて、実際にはこう必要な救援物資のためヘリがもうほとんど残ってなかったから、なんかそういう話は聞いても、それがどこまでそうなのか分かんないけど、それと同じようなことはしたくないなと思ったんで、邪魔にならないように行きたいですから、今回は千歳市内に泊まることにしました。で、明日の朝の、一番のですね、上野っぽろからのバスで夕張の町に向かいます。夕張に向かうには夕張支線を使っていくルートもありますけれど、それは夕張支線自体が廃線になってしまったから代行バスになっているというのと、それからバスを使った方がね、この石狩管内から行くにはおそらく早いものと思われます。今日は千歳駅の JR インに一泊しまして、明日この先でまた上野幌に向かいます。そして上野幌からバス、これが一番早いルートであって今から夕張に行く唯一の方法です。この列車は多分前までは多分夕張行きの列車だったんだと思われますが、もう廃線になりましたので、当然これに乗っても夕張方面へ向かうことはできません。で、ホテルにチェックインしましたが、ここでですね、ホテルにこういうメモ紙がありますので、これでまず夕張炭鉱について簡単に私から説明しておこうと思います。まあ、ただ私もね、そんなにしっかり詳しいわけじゃないんで、こういう図とか一応書きましたが、あんまり正確ではないかもしれない。もしかしたら、そこら辺はすみません、私の知識の範囲内でやらせていただきますが、ご容赦ください。まず今炭鉱博物館のところで火災が起こっているのがこれです。一般的に博物館で火災って言ったらば、ここが地面なわけで、その地面の上に乗っかっている建物が燃えるっていうふうに、普通は思うと思うんです。例えばこのホテルだったらホテルの建物なので、そうじゃなくて、この博物館の下に模擬坑道という、展示スペースがありまして、これは昔本当に掘っていたところです。で、石炭が実際にこう埋まっていて、こういうふうな炭層というものもあります。地下にですね、炭層という、全部地下全部が石炭なわけではないんですけれど、石炭の帯、石炭の地層みたいなものがあって、そこをこう目指して、こう地下に穴を掘ってね、でそこからこう掘っていくわけです。実際には例えばここに炭層があったら、だいたい模擬坑道こういう構造になってたと思うんですが、ここからこう機械を使ってですね、ロールカッターっていうのかな、それでガリ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 とこういうふうにこう炭層をこうくり抜いていくという作業が、行われるわけですが、ここで昨日の夜溶接をしていたらしいんですね。昨日の夕方ぐらいで、それが終わって安全点検をして出て行った後に、深夜11時45分頃火がついているという通報が入りまして、おそらくはこの炭層に引火したと思われます。地下の至る所に石炭ありますからね、石炭ってもちろん燃料ですから、それに引火してしまうともうそう簡単には消せないということになります。で、今度はもっとですね、分かりやすくというか実際の事例、1981年ですから今から、39年前に起こった、夕張のですね、北端、夕張新炭鉱つったかな、そこで、起こったガスの、漏出事故と、それによる爆発事故についての説明もします。これを合わせて説明すればおそらく大体の状況が分かってもらえるんじゃないかと思います。これは私が適当に書いたものですが、その当時、大体こんな風なイメージでいいかと思うんですけどね、こんな風にこう地下に複雑に炭鉱ってのは大体こういう風になってるらしいんですが、穴が掘られていました。で、ここからのこう作業員さんがご安全にとかでこう入るわけですよ。で、地下のこういったところでね、こうまた石炭掘りをするわけですが、機械などを使って。で、この、新夕張炭鉱というのは、当時もう石炭って日本中でだんだんもう斜陽産業になっていっている中で、しかしダメなところはダメだけれど、逆に行けるところは思いっきり効率化してしっかりやらせようということで、逆に一部のところにこう集中的に、技術が投入されて、国からの巨額の貸し付けとかがなされて、それで、ものすごい逆にバリバリやってるような炭鉱もあったんですね。で、その合理化とか機械化とかそういったものが徹底的になされた炭鉱の中の一つがというか、そういった風にやって斜陽化している石炭産業のこう起死回生を図るべく生まれた、新鋭の炭鉱が、新夕張炭鉱だったわけですが、そこの中にはですね、こういう風にこうガスが多く、メタンガスが多く埋まっているということが知られていまして、で、こういったイメージですけどね、石炭っていうのができるときに、その化学反応で石炭ができるのと同時にメタンガスというのもできざるを得ないのですが、そういうふうにしてこう地下に埋まってる。で、メタンガスというのが地下でもしも漏れ出すと、これは大変なことになります。もちろん小規模な漏出っていうものはよく起こるわけですけれど、
メタンガス自体を吸い込んでも人間が直接死ぬことはないそうです。ただメタンガスというのは、大変空気よりも軽いものですから、例えば、ここにあるこのメタンガスが、もし何かの拍子にですね、まあ、ここでこう例えばこっちからこう掘ったとして、ボコッと穴が開いた瞬間にこうプシューッと漏出をしてきた場合、この辺りの空気が全部こう上に押し出されてしまって、この辺りの作業員さんはほとんど窒息してしまうということになります。で、1981年のその時ですね、北端の、夕張炭鉱の底が、国からのこう貸し付けを受けて、それでまあ一生懸命掘っていたわけですが、まあ増産しないとダメだぞというふうにこうやっぱりこうそこで集中的に起死回生の炭鉱を目指して国も貸し付けているわけだから、しっかり目標の産出量を達成しないとダメだぞというふうに言われて、もうかなりの突貫工事がなされていたらしいんですね。でその時に、これまあ、とにかくやらなきゃいけない、とにかく掘らないと産出しないとということで、安全対策が、結構なんていうのかな、遅れ気味というかね、不足しがちになり、この本当はここの、ガスのメタンガスの濃度が比較的他のところよりも高く、しかもまあ警戒法みたいな、なんていうのかな、そういう警戒信号みたいなのがよくなったりとかしてですね、それで危ないということは分かっていたのですが、まあ、それでもこのガス抜きをする作業はしませんでした。このガス抜きっていうのはボーリングとか言って、例えばここからねこう直接こう穴を掘って、ここに穴を開けてプシューとこう抜いてしまえば、まあ、ある程度は対策できるわけですよね。もちろん完全じゃないでしょうけれど、でそういった対策をしたりとか、それからガスの濃度が高まっていた時は作業を中断するとかすれば安全は守れたんですが、そういったことをやる余裕がなかったということで、結局ですね、まあ、ガスの濃度が比較的高いまま、無理やり、掘削を続けたらしく、ついにガスが、出てしまったんですね、相当の量で、多くの方が窒息しました。で窒息して、それから、まあ、あとはその時にこうプシューッとものすごい勢いでガスが噴出してきたことによって、もうこう岩石みたいなものが飛んできて、それに埋まって亡くなってしまった方とかもいたらしいんですが、とにかく、まあ、地下にガスが充満しているという状態になり、まだ地下には大量の作業員の方がいるわけですから、その工夫の方を、ね、こう助けるべく、地上から救助隊がこう降りていくわけです。で救助隊の人が、何人かこう助けたり、あ、ここに生存者がいたぞとかいうことをこう、見つけたりとかしてですね、まあ、活動はしていたし、自分たちで逃げた人たちもいっぱいいたわけですがしかしごめんなさい、それもですね、また二次災害というのは起こるわけでして、メタンガスっていうのは皆さんもご存知の通り引火する性質を持っているガスですから、それが救助しているその最中に、ついに引火してしまったわけですね。引火しなければ、まあ、酸素マスクとかそういうのをしていけば、まあ、とりあえずは大丈夫なんだろうと思いますけれど、もう一度何か静電気とかそういったものが、まあ、炭鉱っていうのはいつもそういうのは気をつけてるはずなんですけど、まあ、発生してしまったんでしょうね。一度そのガスにこうついてしまったらもう大規模な爆発で、その地下に入っていた救助隊の人たちも、少なくない数が取り残されて、また生存していたかもしれない人とか、生きていますということが、無線通信とかで分かったような人もまた取り残されて、地下はもう炎に包まれる、これがですね、もう火で燃えるということになったわけです。でこういったところにはこのように、多数のこの燃料があるわけですから、この燃料が燃えることによって、しかも酸素も少ないから、一酸化炭素中毒で、それで、亡くなる方とか、単純に炎に、巻かれて亡くなられる方とか、まあ、そういった方も多く、結局もう地下が燃え始めてから救助隊もほとんど活動することはできなかったそうです。燃えていてまだ下に人がいるから、まあ、家族、甲府の人たちの、ね、家族も、救助しに行けということで、会社から派遣された救助隊とかも行ったんですが、もう結局それから先、生存者を、助け出すということなど全くできず、そしてこの炭鉱はもうとにかく燃えに燃えまくったそうです。でこの炭鉱は1975年に改ざんした、改ざんというのかな、まあ、とにかく操業を開始したわけですけれど、結構新しい炭鉱なんですよね。でもう会社の命運もかかっているし、炭鉱産業の命運もかかっているような、そういう炭鉱で事故が起こり、ここで、もうこの火を何とかして止めなければ、山というかこの、炭鉱自体がもう中には、ね、石炭があるわけですから、この資源とか、それから諸々の設備とかそういったものまで、燃やし尽くされてしまって、もうこの炭鉱自体は全く使えないものになるし、何とかしてこの火を消さなければいけないということで、どうやって火を消すのか。でも普通にもうこの中に燃料がたくさんあるわけですから、燃料の中に水持って入っていったって無理なわけですよ。だから、ここをまず入り口を、密閉するということをしたそうなんですけれど、密閉すればいつか酸素がなくなって消えると。
で、ただまあ、密閉しても結局、6ヶ月は消えるまでにかかるだろうということと、まあ、それからそもそも、ね、密閉をする前に、ここを、このように閉めたらば、もうこの中にいる人たちは、まあ、まず出られないというか助けるつもりがないということになるわけですよね。でそれで、中にいる人たちを助け出さないのかというふうに、かなり非難の声も上がったそうですね。まあともかく、密閉しつつ地下に空気は一応送るというようなことをやっていたらしいんですが、それでも、燃え終わるまでにはもう6ヶ月もかかってしまうというのでは、それはとても待てないということで、次に、社長がですね、なんかその遺族の方たちに、お前死ねというのかみたいなことを言われて、申し訳ありませんけれども、お命を頂戴させていただきますみたいな、そういうことを言ってですね、それで、地下にまだなんか5、60名ぐらい、一応安否不明の人たちがいたらしいんですが、もうしかし、燃え始めて2、3日も経っていて、救助隊も全く届かないような状況では、どうやっても無理だろうということで、燃え始めて何日かしてからですね、上のあたりで、サイレンを鳴らしてみんなで黙祷をして、夕張市民当時、3、4万人ぐらいいたそうなんですが、その4万人の夕張市民が黙祷をしながら、上から、そこの川の水かなんかかな、それを注水するという作業をしました。まあ、ともかくここに、水を注水したということが、それが大事なわけです。で、それによって、まあ、もちろん、その水を注ぐということによって、もしかしたら万に一つどこかに人が生きていたかもしれないような、その炭鉱の中の望みがですね、完全にゼロになったわけです。で、その代わりもちろん水を注ぎましたので、中は一回その注水によって荒れ果てましたが、とりあえずこの炭鉱の火は消えて、そして、作業員さんたちはもう全員もちろん遺体で収容されたわけですけれど、炭鉱はもう一度一応操業できるような状態で続いたそうです。まあ、結局ほどなくして閉山してしまったらしいんですけどね。で、今長々とお話しさせていただきましたが、まあ、要するに、この時に燃えた時点でですね、もうこの炭鉱は、注水をしないと消えないというような状態になっていたわけです。で、今回もまた同じように炭鉱の中で、今おそらく燃料と思われる石炭にですね、火がついて、現在もなお鎮火の見込みは立っていないそうです。たった今ネットで見てみたんですけれども、全く、どうやったらば消えるのかもうわからないそうです。で、この中には、様々な展示の施設とかもいろいろあって、リニューアルとかもして、トンネルをしっかり補強して、そういったもので、さっき申し上げたように5億円、これの、施設についこの間投資をしたということですが、もうこれにですね、水を注ぐということは、もしかしたらもう二度とこれは、普通の人には見せられるようなものではなくなるかもしれないと、もう見せられないようになるかもしれないという、危険というか、その今、淵に来ているわけです。だからこれに水を注ぐっていうのは、やっぱり前の時はね、この中に、まだ生存している人が、いるかもしれない、もしかしたら万に一つぐらいの可能性で生きている人がいるかもしれないのに、その望みを完全に自分たちの手によって潰すのかという、そういうむごい選択を迫られていた時だったんですが、今回もまた、夕張市の再興をかけて、思いっきりお金をかけて、勝負に出た、それを、そこに水を注いでしまうのかということが、おそらく今悩まれているものと思われます。ただまあ私個人的には多分なんですけど、そんな全然専門知識はないけれど、結局消す手段がないのであれば、水を注ぐしかないのではないかと思われます、この中に。だから、まあ、分かりませんが、もしかしたら明日注水をするかもしれないし、今日これから注水するかもしれません。すれば火は消えるのは間違いないと思います。で、それをどうやってするのかも私は分かりませんが、このですね、炭鉱博物館の真正面から撮った写真がありますので、まあ、おそらく、その入り口の近くから煙が出ている様子ぐらいは、こちらからでも明日行けば確認できるものと思います。注水作業が、もしかしたら今晩のうちに行われるかもしれませんから、絶対ということはないけどね。まあ、大体基本的に説明することはしました。この紙を明日持って行って、夕張の町でもう一回皆さんに説明したいと思います。ちなみにこの、新夕張炭鉱だったかな、ちょっと名前はごめんなさい、正確には覚えていないんですが、ここもですね、現在もまだ入り口のところ、つまりこの部分ですが、これは保存されてますので、上のところから行けば見ることができます。明日、どうかな、清水沢の方までは行かないらしいんですが、もし、見ることができそうな状態であるならば、帰りに立ち寄ってみて帰ろうと思います。でも多分そういう余裕はないでしょうね。じゃあまた明日。おはようございます。翌朝7月の20日土曜日ですが、昨日はね、上のプロ周りというふうに言いましたけど、ちょっともう少し早く行けた方がいいなと思い、1時間早く出ると10分ほど早く夕張に着けますので、苫小牧、栗山乗り換えで、室蘭本線で、栗山に向かいまして、
今から夕張のバスで行くことにしました。栗山に着きましたが、ここから昔は夕張鉄道が出ていたわけですが、今でもそのルートと同じように夕張鉄道バス、夕鉄バスの、路線の運行がありまして、もうちょっと待てば来るはずです。列車なんかちょっと途中徐行運転とかして遅れてましたが、でもバスの乗り換えの時間もまだ猶予があるし大丈夫。移動の手間はそんなに変わりませんので、訪れる時にもそんなに覚悟をいるようなところではありません。それだけ言っておきます。右側には廃線になった夕張ですね。この先に鹿の谷の駅もあります。夕張の町はもうまさに谷間、それに沿って縦長に作られてまして、でその谷のかなり奥の方に夕張の、中心の、炭鉱があります。他にも炭鉱はね、そのワイの時期になったその谷間に沿って縦長にずっとあるんですけれど、そのワイになっている、この辺にですね、今燃えている、夕張博物館があります。元は夕張駅前というバス停だったようですが、夕張駅が廃駅になってしまったので、その代わりにこの駅前にあるホテルマウント冷水の名前を取って冷水リゾート、そういうバス停に改められたそうです。この奥、これから2キロほど行ったところにあるそうです。ここから石炭博物館までは2キロ、石炭博物館行きのバスが出ていて、ちゃんと石炭博物館まで行けるのかわからないんですが、しかし、その手前までは行ってくれるはずです。ちょうど5分の接続で廃止になった夕張支線の代替バスが来ています。夕張市博物館って書いてあるな。多分行くんでしょうね。行くのかな。あの消防車余一って書いてあったぞ。その尻べしから来てるんだ。応援が来てるってのは知ってましたけど、でバスで着きました。ここが夕張石炭博物館、今は冬季閉館中で、今月末から、通常通りの開館が予定されていましたが、これがどうなるかは分かりません。ここにも消防車が止まってますけど、広域消防応援隊というふうに横に、貼り付けがしてあって、災害用コンテナ、札幌市消防局の車です。いろんな車が来てますけど、ナンバーを見ると釧路とか札幌とかそんなんばっかりで、すごい遠くから来たみたい。夕張は札幌ナンバーになるのかな。で今見ていただいてわかるんじゃないかと思うんですが、手前にある川から水を汲み上げて、このポンプ車で持ってそれを構内に流し込む、つまり注水するということを今まさにやってるみたいです。幸いにもとりあえず煙は消えたらしいんですが、私もっとずっと長い間燃え続けるだろうと思っていたんですが、とりあえずここで見た限りもうすでに煙は落ち着いています。ただポンプの音はずっと続いていて、どうも注水はずっとやっているようです。前にですね、昨日説明したのはあれかな、多分夕張新炭鉱の話はしなかったと思うんですが、それよりもまた5年ほど前にこれの北の方にある、ホロナイ炭鉱でも同じようなガス流出の事故、今回は別にガスの漏出事故ではありませんけれど、昨日説明した、夕張新炭鉱と同じようにガスの漏出事故が起こったんですが、その時も、一旦注水をして、中が消えたかに見えたんですが、実際に潜ってみると、石炭というのは大変熱を持ちやすくて、そう簡単に水を注いだぐらいでは冷めてくれないらしいんですね。そして結局まだ中に入ってみたらものすごい高熱で、まだ小爆発が続いているような状態だったので、仕方ないからもう一回注水ということで、合計結局4度にわたる注水を繰り返すということがあったんだそうです。なのでこの注水もおそらくはそう簡単には終わらないものと思います。今ですね、そこにポンプ車があって、
でこっちからもまたそのポンプ車でこう繋いでいるのかな、ここからもこう水を汲み上げて、ずっと水を中に流し込み続けているところですが、じゃあ逆に今度その中に入っていった水はどうなるのかというと、まあ、もちろん、炭鉱の中にずっとその水は残るわけでして、もしもう一度それを使うということになるのであれば、それを汲み上げる作業というのもまた必要です。それにも大変な手間がかかります。実際に1975年のホロナイでのガスの漏出事故、その後、結局注水をした後はもう一度、まあ、なかなか前例のないことだったようですが、水を排出して、そしてもう一度また大量の、石炭を産出するということが行われていました。でもやっぱりそれの復旧にもですね、相当な手間がかかったそうで、今回ここでこのように、注水をした後まだどうなるのかということはよく分かっていないんですが、ただ早速ですね、夕張市の、ホームページによれば、今回の、石炭の、まあ、炎上の事故といいますか、あの出火事故、火災の事故、それからの、復旧に対する費用にもまたふるさと納税の資金を充てるというふうなことが書いてありますので、つまり夕張市側としては、このような大変な状態になっているのはもう早速復旧をさせるつもりでいるのだそうです。昨日も、現在もうすぐあの退任されるわけですけれども、夕張市長さんとか、それからあのこの辺りの議員さんとかそういった人たちも来て、必ずここを、復旧させます、尽力します、そういうふうに、約束をして帰っていかれたようです。でもね、この夕張の町をじゃあなんとか石炭の町として建て直すぞと言っても、最後の、起死回生の一手と思って夕張新炭鉱それを、やり始めたと思ったら、そこが、数年後に、ガスが、出て、そして、爆発してしまい、その後それのありも、受けて閉山、そして、それからじゃあ、観光のために、この夕張の炭鉱、これ本当にね、中はあの入っていってあの見ることができるって非常に貴重なものなんですが、その貴重な資料を後世に伝えつつ、またこれを夕張の観光の目玉として使うんだということで、かなり積極的な、まあ多分頑張ったんだろうと思いますけれど、5億円を捻出して、それでここに7億だったかな、さっき見たらね、あの私5億ってずっと聞いてたんですけど7億って書いてありましたが、それだけのお金を突き込んでやっと新しくしたと思ったら、今度またこのような事故が起こって、もうこの時代になってまた石炭の坑道内での、 あの炭鉱火災が行るとは、まあ、私も思わなかったんですが、なんとまあ、 あのかわいそうなことかと思いますけれど、それでもノートルダム聖堂と同じように、つい先日あのパリの、ね、ノートルダム大聖堂が炎上してしまいましたが、多くの人からの寄付が集まることを願いますし、また私も、何かの、まあ、ふるさと納税をするか、もしくは、何らかの、 あのこう寄付活動とかそういうのが行われたのであれば協力しようと思っています。